FM Naha. Your radio station. みなさん、おはようございます。FM那覇より毎週金曜日朝9時よりお送りしています那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジ、第42回目が始まりました。イエーイ。パーソナリティのかかずゆりと、同じくパーソナリティのレイナです。よろしくお願いします。那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジは沖縄の中心地那覇から日本全国に向けてポップなトピックスをお届けする番組です。トピックスのテーマは流行の音楽はもちろん、食その他文化や流行りのニュースをピックアップして掘り下げていきたいと思います。はい、時にはゲストを迎えしながら、私かかずゆりとれいなちゃんでお届けしていきますので、那覇ラジ最後までお楽しみください。さあ、5月の24日ですね。はい、れいなちゃんは最近なんか楽しいことありましたか？はい、最近ですね、前回、あのゲストに来てくれた P-FAM のライブに行ってきました。ちゃんと行ってきたちゃんと行ってきました。やっとちゃんと日にちも間違えず前回にね、そうだよね、ゲストで来てくれて。そうなんですよ。どうだった？ものすごいエンターテイナーだなと思いました。なんだろう、歌はもちろん面白いし楽しいんですけど、なんかこの結婚式の余興感があって面白い。そんな感じなの？なんかあの MC も面白くて、でなんか一人が MC してるなって思ったら、でなんだろう、後ろからちょっと全身タイツのメンバーが出てきたりとか、いきなり、自由だね。それで歌い始めるとか、そのままだね。そうで、なんかこのグッズの販売もしてるんですけど、グッズをちょっとプレミアなやつを何名かにプレゼントしたいってことで、あみだくじをしたりとか。その場で、はい、でそのあみだくじもめっちゃ長いんですよ、髪が。そうだよね、だって長くてたくさん来てるでしょ、たくさん来てて、でなんかもうなんか夜な夜な作ったみたいで、もう変なあみだくじなんですよ。本当に細かく線描いたり、適当にバッてなんかこのザッて描いたり、いろんななんか描いてたりしたり、あと何かな、本当に笑いが止まらない。どっちか、なんていうの、結構トーク時間も長いの、今の話聞いてると。トーク時間はそんなになんですよ。なんかちょっと着替えたりとかするときにメンバーが一人だけ残って繋げたりとか、そう面白い。でこのライブ会場もなんか、お遊戯会みたいに、このモールか何かをつなぎ合わせたなんかリースみたいなのをめっちゃ長いのを作ってて、それを天井にぶら下げて、これも夜な夜な作りましたみたいな。マジで自分たちで、えらい。もうアーティストなのか、歌の練習よりかはそっちにめっちゃあの時間費やしたとか。すごいなみたいな。やっぱ世界観、やっぱ話聞いててもさ、実際ね、この間ゲストで来た時もやっぱ世界観あったもんね、かなりね。なんかあの PV とかもすごい面白かったじゃん。歌が入ってこないそうそう、映像のさ力が半端なくて、そう、面白いなって思いましたね。いいね、P-FAM。終わってあの隣のラーメン屋さん行ったんですけど、食べ終わってまたこのライブハウスの前通ったら、まだファンの方いて、あ、出待ちだと思って、結構人気だなと思いました。もうお客さんもかなりいた。いましたね。結構若い人、高校生、大学生とかがいましたね。多かったんだね。いや、勢いありましたからね。本当に圧倒されたもんね、うちらね。またなんかあるみたいですよ。6月か7月か、ライブがあるらしいです。お、P-FAM の皆さん、はい、そうですか。またゲストに来てほしいですね。ね、はい、ということで、れいなちゃん、P-FAM のライブに行った、ということなんですけどね。そうなんです。いいなあ、私は特にないかな。え、そうですか。特に。もうお仕事。仕事だね。まあ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 。そうですよね。はい、まあ、毎日楽しんでますから。特に特別楽しいってことはないです。はい、さあということで本日のね、オープニングの曲も聴いていただきましょうか。はい、この P-FAM のメンバーからちょっと教えてもらった曲なんですけど、TWICE で Fancy You。お庭の草刈り、算定をお手伝いいたします。
ご連絡は豊見城市にある沖縄環境緑化株式会社まで。電話番号は 098-996-3806 098-996-3806 まで。まずは無料見積もりにお伺いいたします。業務拡大のため正社員も募集中。美味しい、幸せ。やっぱりお肉食べると幸せな気持ちになれるよね。元部牧場は自社で生産販売をしているから、安心安全で質のいいお肉を提供してくれるの。だから美味しいんだ。うん、高級感あふれる店内で接待や記念日にもおすすめ。ランチをお得に楽しめますよ。心に響くうまさ、焼肉元部牧場。株式会社ヨナハカンパニーと申します。この度豊見城市豊崎に新規会社を設立いたしました。事業内容は主にインバウンド向けの様々なサービスを提供する事業、また独自産業をキーワードに農業や教育に至るまでの事業を展開していきます。今後とも株式会社ヨナハカンパニーをよろしくお願いいたします。創業45周年を迎えた老舗果物屋株式会社豊か物産です。世界中の新鮮なお野菜と果物をお届けしています。お問い合わせは株式会社豊か物産で検索。この番組は沖縄製粉株式会社、沖縄環境緑化株式会社、株式会社元部牧場、株式会社ヨナハカンパニー、株式会社豊か物産の提供でお送りいたします。那覇ラジオフライデー、那覇ラジ。那覇ラジ、本日のトークテーマは梅雨でも楽しめる沖縄のスポット、そしてグッズを紹介したいと思いますよ。梅雨ね、入ってますもんね。入ってるからね。どうよ、梅雨好き？梅雨はそうですね、なんか服めっちゃ選ぶからちょっとあんまり好きじゃないです。これ湿気がね。そう、湿気が、ただでさ沖縄湿気がすごいあるあ熱帯なのにさ、もう梅雨時期とかもうやばいですよね。やばいよね。で下からも雨なんかびちゃびちゃなんか跳ねるし、上からもなくるし、なんか空気感も雨っぽいし、もう無理です。無理だよね。もう除湿機は絶対必要だよね。そう、髪セットしてもすぐ崩れちゃうからね。そうなんですよ。この時期沖縄の人は辛いよね。はい、早く過ぎ去ってほしい。まあ、れいなちゃんなんかこう梅雨時期にさ、必ず使ってますよとかってグッズとかあったりする？グッズはそんなにないんですけど、あのめっちゃ気になるグッズがあって、あのカズブレラっていう傘があるんですけど、なんかこの傘を折りたたむときに反対に折りたたむんですよ。あー、はいはいはい、今結構あるよね。去年から割と出てるかも。あ、そうなんですか。なんかビッグワンの CM に出てた、あの、そう、はい、あの石峰店長が多分宣伝してたやつ。あ、そう、あの上にガッて閉まるやつでしょ。そう、上にガッて閉まって、だからこの車とか入る時とかにそうこう上に上がってくれるから、私たちがかからない、かからないし、水が下にも落ちないっていう傘があるっていうの聞いて、でこう動画見たら本当にスムーズに刺さって閉まるから、そうあれめっちゃ便利。あ、持ってるんですか？私もあれ持ってる。母親がすごいあの可愛い傘見つけたよ。はい、うちの母親はなんかこの着物屋さんで買ったみたいなんだけど、その傘をね。着物。いろんな、そうそう、花柄があったりとか、はい、いろんな柄があって、で私何がいいって言ってプレゼントしてあげるって言ってプレゼントしてもらったんだけど。はいはい、その後にそのビッグワンの CM で980円みたいな、安っ。CM 安すぎ、あれ一緒じゃんと思って。どうですか、そうそう、使ってみて。あ、もうめっちゃ便利。やっぱりこう車に入るとき一番便利かな。へえ、やっぱり車入るときってさ、やっぱ下に落ちちゃうと、結局わーって水流れるし、その間に濡れるしみたいな。そうそうそう、それをサクッとできるのはすごく便利だよね。めっちゃ欲しい。だ、気をつけなきゃいけないのは、それをひっくり返しちゃうと今度水がこう車の中に落ちてきちゃう。そっか。そこだけは気をつけて、そのまま置かないといけない。そう、そのまま置いといて、はい、でも忘れちゃうじゃん割と。はいはい、そこら辺私2回ぐらいこうジャーってなったから、ゆりさんやりそう。
そうそうそう。そこちゃんと気をつけて、ね、またあの晴れた日にでもこう逆さまにして乾かすっていうのは大事かもしれない。なるほど。そう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 。でもこれいいな。あの傘はいいね、確かにね。はい、でなんかこのちょっとこのグッズを、うん、他になんかいいものないかなって検索したんですけど、ほうほう、なんか100均で防水スプレーっていうのがあるらしくて、うん、でこの普通にこのスプレーなんですけど、これを靴とかにやるとそんなに濡れない、うん、あー、はい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 、っていうグッズが100均であるみたいで。100均にあるの？そう、なんか新品の靴とか買った時にそれかなんか一緒に買ったりするけどね。あ、そうなんですね。スニーカー、白のスニーカーとか、へー、汚れやすいじゃん。はいはいはい。で、あの靴屋さんの人にこういうの持ってたら便利ですよって言って、うん、その防水スプレー最初にやるんだって。へ、は、ー、いはい。そしたらそんなに汚れない。あ、そうなんですね。あるある。こんなのあるの知らなくて、うん、しかも100均と思って。ダイソーは優秀だね。優秀。本当に。これ革靴とかだったらいいかなって思いますね。あ、そうだね。革靴にシューってやって。うんうんうん。汚れやすい時期は気になるのが、はい、この2点です。おダイソーちょっと私も買おうかな。ちょうど切れてるんだよ ね、うん、なんかゆりさんは何かありますか？いいですね、私はなんかおすすめスポットをちょっとご紹介したいなと思っていて、この間、はい、雨のちょうど本当にあのゴールデンウィークに行ったんだけど、私は、うん、こう雨の日でじとじとしてたのね、はいはいはい、でなんかそういう時ってもうどこにも行きたくないじゃん、はい、だけどやっぱ子供たちは連れて行かなきゃいけなかったから、うん、なんか私もおすすめされて行ったところが琉球ガラス村で、そこにガラス村体験工房っていうところがあって、はいはいはい、ティンクティンクっていう建物があるんだけど、 あ歌のかなと思いました。今あ違う違う、ティンクティンクっていう建物ね。琉球ガラス村の、奥の方に行くとそういうあの建物があって、うん、この中でクーラーもガンガン効きながらもう快適な環境の中でいろんな体験ができるわけ、うん、フォトフレーム作ったりとか、あとはシーサー塗り体験って言って、シーサー出来上がったシーサーに、はいはいはい、真っ白なシーサーにこう自分で色塗り体験をしたりとか、うん、めっちゃいい時計作ったりとか、うん、でアロマもあってここは、あの本当に女性が行ってもすごい楽しめる場所なんだけど、自分でこの香りを作ることができるのね。いっぱいの種類があって、いい、そうでここに私は子供連れて行ったんだけど、うん、あのまだ2歳だから子供が、はいはい、ね、やれることあるのかなと思ったんだけど、シーサー色塗り体験は、うん、全然あの子供でもできる、できるんですか、うん、家族ですごい楽しめる場所で。どんな感じだったんですか子供？はい、あもうね、なんかちゃんと筆持ってしっかりと色も選び、選んで何色がいいって言って赤がいいって言って選んで、ちゃんと髪の毛も髪の毛、シーサーに髪の毛あるのか、なんだろうね、一応本人の中で縦髪みたいなところ、そう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 、そこを多分本人の中で髪の毛だと思って言って、ちゃんとそこにね、かわいい黒いあのでその色もね、はい、自分で選んで何色がいいって言ったら黒って言って、はい、で目の中の色何色がいいって言ったら黒って言って、ちゃんと理解してはいるんだなって。すごいこれ、あ、かわいい。え、この赤いやつですか？そう、今ちょっと写真見せてるんですけど、この赤いやつは息子が塗ったやつ。もう真っ赤。まあ一色しか塗れなかったね、さすがにね。髪の毛がかわいい、なんかパッツンのそうそうそう、シーサー、前髪パッツンのシーサーみたいな感じでしょ。かわいい。そして後ろでどうぞみたいな感じ、そう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 、ポージングしてる。ちゃんとね、でかわいい、じゃじゃーんできましたってやってるんだけど、めっちゃいい、面白くて、これはねおすすめ。もう2歳からでも全然できるから、はいはいはい、でサイズもなんかいい感じですね、ちっちゃく、もうそうちっちゃくて、これで言っても体験金額が、うん、2つシーサーね、あの、はい、あって、はい、1500円とか、700円くらいかなだったと思うんだけど、安いわけ、安い、そう、結構もう一個2つ、今ここ2つあるんですけど、うんうん、もう一個は誰が作ったんですか？あ、私が作りました。なんかこのカラフルなシーサー、 あれみたい、ライオンの、ま、あのお天気予報の、はい、お天気予報の、お天気予報ライオン、ごきげんようか、ごきげんようのライオンみたい、 もう今ないよね。そう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 。これね、みんな笑ってた。意識してないんだけど、カラフルなシーサーを私は作りましたね。あ、いいですね、うんうんうん、こういうのも結構、こういう体験ができるって沖縄の人なかなかしないじゃないですか。そう、意外としないじゃん。そう、なんか観光客が行く場所みたいな、そう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 、っていうのがあるんだけど、うん、私も行ってみてちょっと感動した。あー、やっぱり、うん、あ、こういうのって沖縄人も全然楽しめるじゃんと思って、でやっぱ子供との思い出にもなるから、うん、ね、これまたお家に飾って、はい、
まあまあここ行ったねってやっぱ言ってくれるので、楽しかったねって話してくれるから、こういうのおすすめですね。今どこに飾ってますか？今玄関に飾ってます守り神、はい、守り神としてそうだよ、Cさん守り神やからねそうそうそう、はい、まあ、だからそこ琉球ガラス村のティンクティンク、はい、おすすめです。はい、いいですね、これ私が実際行ったのでね、おすすめだと思います。 あとはもうね、雨の日といえば、沖縄なかなかねやっぱ海とか、うん、そういうとこにみんな行きたがるから、はい、ちょっと雨の日遊ぶとこあるのみたいなのもあると思うんだけど、はい、実際ねでもネットで調べてみると、はい、やっぱアウトレットモール足びな、はいはいはい、一応ねあそこ上にほら、うん、あなんか雨よけみたいな、雨よけというか、うん、うんテントみたいなのちゃんとあるから、うん、まあ動きやすいですよっていうのと、うん、あとガラ青い海読谷村にある、あー行ったことあります、うん、ここも琉球ガラスとか、まあ、陶芸とか、ね、塩作り体験とかできるんだけど、はい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 、これ塩作り体験私もやったことある昔撮影で、へー、うん、これも面白い、おー面白い面白い、そこの近くの紫村って言ったんですけど、うん、あの流装体験しました。おでなかなかできないであろう断層をしたんですよ、うん、へめっちゃテンション上がりますね意外と沖縄の人行ったら、ね、テンション上がるんだよ、あれは。そうなんですよ、であって普通に写真も撮れるから、うん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 、いいですね、そうだね、記念になるしね、うん、そうそうそう、あとは、イオンモロ沖縄ライカムとかね、お、まあ、ライカムはね確かに広いし、はい、一日中いても飽きない場所だから最近なんか リニューアルあそうだ、ね、ちょっと増築してますね、うん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 、さらに大きくなってすごいよねやばそうそう、だからそういうところもおすすめですということでネットの方には載ってましたね。あ、うん、いいね、まあ、ちょっとね気分もなかなか梅雨時期だと上がらないですけど、うん、ね、なんか楽しんで、そうそう、自分たちのね、うん、楽しみ方を見つけながら、はい、はい、皆さんも過ごしていただきたいと思いますはい、さあそろそろ終わりの時間がやってまいりました。さあここからちょっと私のお知らせなんですけれども、はいはい、最近 CM でエリス・ニーナの CM に出させていただいております。見ました、ありましたありがとうございますでですね、そのエリス・ニーナ西原からのお知らせなんですけれども、はい、この CM が、披露宴の会場で出す料理、はいはい、がメニューが一新したのね。その紹介で今回 CM があったんだけれども、はい、まあ、あのエリス・リーナのこの料理っていうのがすっごく豪華で沖縄の披露宴って割とこうなんていうかな、まあ、美味しいんだけど、はい、見た目とかってそんな華やかじゃないじゃない。そうですね、だけどエリス・リーナも本当にフレンチすっごい綺麗なの、盛り付けとかが、へー、もうインスタ映え間違いなしみたいな。へー、で要はね、新郎新婦がおもてなしをするっていう気持ちでやっぱ 選んだ料理っていうのをやっぱいかにこう より美味しく、より美味しそうにするかっていうところもあると思うんだけどさ、はい、でここではこだわりの季節に合わせて厳選された素材を提供してくれるということで、今ねあの試食フェアっていうのをやってるんだって。いいですね。そう、たくもりシェルマンっていうメニューになるんだけれども、はい、こちらがですね、1日2組限定、2組だけ限定です、まあ、当日の披露宴会場を見たりとか、はい、あとは着料見学したりとか、うん、まだこの味をお試しくださいということで、うん、でもねすごいことに無料だよ。これすごくない？これ殺到しそうですね。そうで、まあ、この、 申し込みっていう予約は、直接エリス・リーナのホームページに行けば予約が取れるようなので、はいはい、ぜひ皆さん今後ね披露宴をちょっと考えてる方おすすめですので。あ、いいですね。いや、びっくりした。これ宅盛りであんなになんかこの豪華な感じっていうか、はい、味も実際私食べたけど超美味しかったわけ。デザート一つもすごいこだわってるからね。これはもうぜひ皆さんおすすめです。はい、ね、うん、見てください。はい、さあということで私の告知をさせていただきましたありがとうございますはい、来週もポップで気になるトピックスお届けしたいと思います。はい、感想やリクエストもお待ちしています。宛先は info@naharadi.com info@naharadi.com よりメールもしくはツイッターでハッシュタグをつけてひらがなでなはらじにてお待ちしておりますので、ぜひお送りください。はい、本日はなはラジオフライデー、略してなはらじ、お聞きいただきありがとうございました。パーソナリティのかかずゆりとれいながお送りさせていただきました。なはらじエンディングはこの曲でお別れしたいと思います。聞いてください、宮平愛でスピーカー。それではまた来週お会いしましょう。
まったね。この番組は沖縄製粉株式会社、沖縄環境緑化株式会社、株式会社元部牧場、株式会社与那覇カンパニー、株式会社豊か物産の提供でお送りいたしました。